ーリーニョが政府の命令を無視してマンツーマントレーニングしてたのは悪いことだけど、マンツーマントレーニングさせられてた選手たちの名前見るとモーリーニョ分かってるなって思うよね。で、おなじみではソフトボールでーす。ダビンソン・サンチェス、セセニョ、オーリエ、エンドンベレっていうね。エンドンベレなんか調子悪すぎて批判されてましたし、ね、ダビンソン・サンチェス、セセニョ、オーリエっていうのはちょっとね、あの感情選手というか、まあ、セセニョに関してはですね、こう、マンツーマントレーニングして、股間伸びてもらわなきゃっていう感じの選手ですし、他の二人はポテンシャル生かしきれてないって感じなんで、モーリーニョとしてもこの期間内に何とかしたいみたいな気持ちがですね、ちょっと政府の命令を無視してでもみたいな、行動につながってしまったのかなっていうふうに思いましたね。というわけで始まりました。今日はがっつり解説、この選手を取り上げていきたいと思います。じゃじゃん、コウチーニョ。というわけで、はい、僕の好きな選手でして、もうコウチーニョといえばね、ほんとこんなにうまいのに一生懸命かみたいな。だけどね、なんかこうド派手にね、こう夜の生活楽しむブラジル人という感じじゃなく、なんか謙虚さが顔から出てるっていうか、むしろね、遠慮しすぎなんじゃないみたいな、心配になってくるみたいな、そういう選手なんですけども、そのね、コウチーニョのいいところだったりですとか、まあ悪いところっていうか、まあ弱点だったりとかね、今後どうすればですね、コウチーニョがまたですね、このヨーロッパの、トップレベル、今でもね、技術的に実力的にはトップレベルなんですけれども、もう華やかに取り上げられる選手になるのかみたいなところもですね、深く掘り下げていきたいと思います。というわけで行きましょう。まずですね、コウチーニョの略歴ですね。はい、ウィキペディアの方から引用させていただきました。バスコダガマのユース出身で、そっからですね、このような、経歴転々としてるんですけど、一つ一つのですね、時代ごとにですね、説明していきたいと思います。まずですね、バスコダガマから、移った不遇のインテル時代ですね。まずインテルからですね、こう獲得を考えてるって言われた時、もうね、コウチーニョとしてはものすごく喜んだそうなんですけど、ただですね、やっぱりインテルではうまくいきませんでした。長友選手、当時ね、一緒所属していたんですけれども、その長友選手の証言では、練習では一番うまかったそうなんですね。で、実際ですね、この、インテル時代のコウチーニョのプレー、まあね、残っているものだったりですとか、スカーティングサイトで見られるものは見ました。本当にうまいんですよね。今とですね、まあ遜色なくっていうか、なんならね、アジリティ、敏捷性だったら当時の方が若い分あるのかなというふうに思いまして、ただですね、そういった技術的なですね、うまさはあるんですけれども、やっぱりチームメイトからの信頼を得られていない。まずですね、ライバルがスナイデルなんですね。スナイデルはですね、やっぱりワールドカップの得点王にもなりましたし、両足のですね、キック精度が高くて、なおかつですね、相手のプレスもですね、ターンでかわせるような、まあ、そういった選手でしたので、4-3-1-2 のですね、システムの、トップ下をこの、コーチーニョと、スナイデルが争うというか、もうスナイデルが絶対的な存在で、そこにね、コーチーニョはちょこちょこチャンスを与えられますけれども、なかなかですね、チームの信頼をつかむまでには至らないっていう感じでしたね。どうしてもコーチーニョにですね、キーパスっていうのがいかない。こう、自分が何にもできない状況で、コーチーニョがフリーだったら渡すマイコンとかですね、江藤っていうのは見られるんですけれども、コーチーニョ自体が裏に走ったりですとか、開いてですね、自分が一番得意なね、角度でのドリブル始めようとした時にもらえないみたいな状況ありました。で、ボールを失う瞬間、やっぱりどうしても出番が少ない中で、コーチーニョもですね、この時代のことを回想してですね、たくさんチャンスをもらえたけど、いろんな理由でうまくプレーすることができなかった。その原因は、わからない。当時の僕はとても若かったし、経験も浅かった。誰も責められない。僕はチャンスを生かしきれなかっただけだっていうふうに言っていますし、またね、プレーも楽しめていなかったっていうふうに言っていますので、なんでそういった状況でですね、こう結果を出さなきゃっていうプレーのせいで、このね、プレーが硬くなってボールを失って、そっからの切り替え頑張るんですけれども、今よりもですね、ボールを奪う技術だったり、相手に寄せるコース、それがですね、どうしても相手がパスを出したいところと、そのボールを持ってる選手のですね、間を走ったりですとか、こうね、相手の選択肢を奪うような回り込むプレスとか、そういったのをですね、瞬時に判断してできるような選手ではなかったんですね。で、当時のことをですね、インテルのスポーツディレクターは、彼の移籍はおそらくインテルに20年以上いる私の最大の後悔である。私は正直それほど魅力を感じていなかった。実際私たちは彼を売却し、コバチッチとイカルディを獲得したというふうに言っていまして、で、こうも続けています。数字に関連して、彼は、プレーするのに値しなかったというわけで、やっぱり数字っていうところで見ると、コウチーニョ自身ですね、やっぱりゴールとかアシストっていうのをたくさん記録しているわけではありませんので、なので、コウチーニョのですね、プレーを、まあ、つぶさにチェックしながらですね、どのポジションだったら、スナイデルと共存できるのかっていうですね、そういったことを、やってくれる監督と出会わなかったのも苦しいのかなというふうに思います。プレシーズンではですね、エスパニョールから戻ってきた後に 4-2-3-1 でですね、トップ下スナイデル、左にコウチーニョって使われた試合もあったんですけれども、その後のですね、シーズン始まってから3バックになったりとか、ちょっとコウチーニョがですね、どうしても生きるポジションがないようなチームになってしまったので、その辺も苦しかった一つの要因かなって思いますね。なので、エスパニョールで取り戻した自信もですね、またインテルではですね、出番をあまり与えられずにですね、苦しんでるところに、リバプール移籍っていうのがですね、決まるわけなんですね。これが移籍金850万ポンド、日本円で13億円ということで、
て、加入当初の試合何個かチェックしたんですけど、4123だったり4411の、左サイドもしくはトップ下が多かったです。まあ今のプレーの得意な方をですね、できるだけやらせてもらっているっていう感じで、左サイドでボールを受けて周りの選手とコンビネーションをしながらですね、ドリブルでボールを運ぶと。まあボールが頭上を行き来する展開だと消えてしまうシーンっていうのはあるんですけれども、それでもですね、ボールの預けどころとしてまたディフェンスラインの前まで下がっていってですね、ビルドアップを担うみたいな、そういった場面もありまして、なんでコーチーニョをですね、できるだけボールに触らせたかったのか、またですね、他の戦力的にも、スターリングがいて、スタージッチがいて、スアレスがいてっていう感じだったので、ウエストハム戦から2013-14シーズンのですね、この試合から 4-1-2-3 の左インサイドハーフに使われるんですね。で、この試合もですね、Y スカウトで確認しようと思ったんですけど、Y スカウトがですね、なんか昔の試合だとむちゃくちゃ止まるんですね。なんで全然見られなくて、なんで、ね、できるだけハイライトとかいろいろ探してですね、この時のサッカー言語化しようとしたんですけど、この試合で見られた部分に関しては、コーチーのね、そんなにインサイドハーフっていう感じじゃなくて、トップ下でうろうろしながらボール引き出したりとか、ロングボール入った後こぼれ球拾って自分で仕掛けたりとか、あとあのスアレスとね、入れ替わりながらコンビネーションをやろうとしたりとか、まあそういう感じで、でヘンダーソンがちょっとジェラードの横を埋めながら自分も出ていきますみたいな。でジェラードに関しては結構ね、あの運動量がね、やっぱベテランになって落ちてきたみたいなんで、なんでそのね、アンカーのスペースをこのね、守備でカバーするのがきつかったと。ただ攻撃の時にあのジェラードのね、ロングキックっていうのはすごく生きてたっていう感じなんで、かなりね、ロジャース攻撃に振り切ったフォーメーションで、コーチーニョをね、インサイドハーフ兼トップ下みたいな感じで使っていたのかなというふうに、そういうふうに思いますね。で、その後ですね、クロップが来まして、クロップの元でですね、最初は、まあ、4-2-3-1でですね、左サイドで、フィルミーノとオリギが縦関係の時とかあったんですけれども、まあ、左ウィングのイメージが皆さんには強いと思います。その左に置かれたコーチーニョが真ん中のフィルミーノだったり、当時はね、インサイドハーフのファーストチョイスにララーナがなってましたから、ララーナとですね、コーチーニョと、フィルミーノとで、最初は右サイドマネだったんで、そのね、前線のコンビネーションっていうのでですね、あの、相手に引かれたところで、コーチーニョのね、テクニックとフィルミーノだったり、ララーナとの連携で、最後はゴールを落とすみたいな感じで、相手がスペースガチガチにね、この狭くして守ってくるみたいな、そういった試合じゃなければですね、普通に5点取る試合とかって、ああ、もうクロップリバプールどんどん強くなってるな、みたいな、そういうですね、チームの、まあ、中心的な存在でしたね。で、その後、リバプールにサラーが入ってきます。なんでサラーが入ってきて、右サイド使えるのか、左に使えるのかなって中で、クロップはインサイドハーフで使い出すんですね。もっと4-1-2-3のですね、3センターの一角の役割、今でいうワイナルドームがやるときが多いんですかね。その左のインサイドハーフの役割をですね、コーチーニョがやっていまして、結構その時のね、左のセンターバックはロブレンとかクラバンだったので、その前まで降りてきて、ゲームメーカーとして逆サイドに散らしたりですとか、自分が右サイドまで行ってクロス上げたりとか、本当はあの左ウィングに固定されてカットインからシュートみたいなですね、流れとか、周りにパス出すサイドバック使うってだけではなくてですね、結構縦横無尽に動き回っていました。で、僕実際にですね、その、コーチーニョのリバプール最終年のですね、プレシーズンマッチ、コーチーニョがですね、実際にインサイドハーフで使われた試合だけ、生で見させていただいてるんですよ。その時のですね、もうあの、リバプール対クリスタルパレスだったんですけど、コーチーニョだけ2レベルぐらい上手いんですね。それはさすがに取られるだろうとかね、コーチーニョにそこで渡すのっていうところも、くるっとターンしてですね、2人ぐらいかわすみたいなシーンがあって、あ、コーチーニョのインサイドハーフかなりありだなと思って見ていたんです。ただですね、コーチーニョの試合今見返してみたら、インサイドハーフで使われた試合ですね、60分過ぎに交代することあったり、コーチーニョが交代しなくても、ウイングの選手だったり、あの、フィルミーノだったり、そういった前線の選手を交代して、コーチーニョを1列上げるんですね。なんで、ひょっとしたらですね、リバプール、コーチーニョを中盤の一角として考えていたと思うんですけど、クロップもそう発言してますし、ただ、その後にですね、そういうコーチーニョをですね、保護するような交代が多いのを見ると、さすがに90分コーチーニョを中盤でね、強度高い守備、4-3-3の3センターでスライドして、前に出ていって、後ろでゲームメイクしてっていう、このね、あの、休む時間ないみたいな役割やらせるのはきついっていう風に気づいたんじゃないかと。で、この時にですね、バルセロナから移籍の話が入るんですね。で、この辺はね、次のバルサ時代の話とも絡めて話したいんですけど、バルセロナにコーチーニョ、2018年のですね、1月に移籍します。ただ、この移籍金には諸説ありまして、1億2000万ユーロっていうのもですね、出てきたんですよ。で、その1億2000万ユーロを要求するリバプールと、バルセロナは1億1000万までしか払えないと。で、その、このね、差額の1000万分を、コーチーニョがですね、年俸減らすことで埋めたみたいな話も出てきて、まあ、そのぐらい、コーチーニョにとっては、バルセロナ移籍っていうのは、夢だったわけなんですね。ネイマールが夏にバルサからパリ・サンジェルマンに出ていって、
じゃあバルサが後釜打念するっていうところで小内犬ってなった時にですね、ちょうどそのニュース出たぐらいで僕小内犬からサインもらってるみたいな時あったんで、 あの時の小内犬すごい席考えてたんだって思うと感慨深いですね。でその小内犬がですね、まあ、夏にはねこの代わりがいないんでリバプールは引き止めるんですけど、冬にはですね移籍を許したわけなんですよ。でこれはバルサの強奪っていうのも見られるんですけれども、違約金を払って、契約解除金を払ってバルサが持っていったわけではないと。ってなると、小内犬をまあ売っても仕方ないなっていうふうにですね、思う要素がリバプールの中でですね、こう出てきたんじゃないかと。その要素の一つが僕はですね、小内犬を中盤、3センターのね、インサイドハーフに使った時のですね、90分持たない、こう使い続けるには、そういったね、交代したりとかケアをしなきゃいけないっていうところが大きかったんじゃないかなというふうに思いまして、ここで紹介させていただきました。で、小内犬が取れなかったバルセロナはデンベレを取ってきていましたので、怪我なんかもありましたけれども、ネイマールの後継者はデンベレ、そしてですね、イニエスタの後継者としてですね、このイニエ、コウチーニョをこう徐々にね世代交代させるみたいなイメージだったと思います。現にバルセロナのですね、あのクラブのホームページにはミッドフィルダーの登録としてですね、コウチーニョが載っていますので、なんでね、そういったあのネイマールの後釜っていうところからイニエスタの代わり、左のねウイングとインサイドハーフ両方できるっていうところで取ってきたかと思うんですが、ただバルセロナはですね、このコウチーニョの左インサイドハーフっていうのをほぼ使いませんでした。これがですね、僕の考察によりますと、さっき言ったですね、やっぱり実際にバルセロナも使ってみて、このコウチーニョね、結構後半の大事な時間で、あの別にリードしてるわけでもないのに変えられるってことがありましたので、なんでね、このコウチーニョの90分持たないですね、スタミナっていうのがですね、ちょっとあのバルベルデにとっては誤算って言いますか、そこにはね、アルトゥールを使って、コウチーニョはね、左のウィング使った方が、まあうまくいくっていう風に、そうなったところかなというふうに思います。で、その後コウチーニョ、加入当初はですね、メッシとの連携もうまくいってますし、大事に使われてですね、結果も残していたんですが、あの怪我からですね復帰して、確かハムストリングだと思うんですけど、復帰した後に調子を落として、その後にですねファンに批判されたりとかして、なかなか調子が上向かない、結構ボールロストだったりとかパスミスが多くなってしまったんですね。でこの時によく言われるのは、メッシに気を使いすぎたと。コーチーニョリバプール時代なら自分でも言ってるところをですね、結構メッシにパス出しすぎじゃないかと。でこれがねメッシのプレッシャーって言われるんですけど、あのメッシ自体はですねコーチーニョに結構気を使ってるニュースがあるんですね。それがですね、メッシは怪我から復帰後数ヶ月間不調が続いたコーチーニョにロシアワールドカップの時にもらった幸運の握手である赤いリボンを渡したっていう話がありまして、さらに試合では PK も譲ったっていうですね、そういったニュースも出てきてるんです。でもここまでしてもですね調子が戻らなかった。これペップバルサの時のですねイブラヒモビッチも同じ現象が起きてまして、こうメッシが出てきてイブラも入ってきて、どっち使うってなった時にメッシのゼロトップを軸にしたんで、今度ねイブラの使う場所なくなったんですよ。むしろねペドロと、当時ボージャンっていう選手がいたんですけど、その選手たちで機動力ある3トップでメッシのためにサイドを走らせた方がいいってなりましたんで、ただ一緒に出る時にですね、あのイブラもゴールを決められてない期間があって、メッシが PK 譲ったみたいあるんですけど、ああいうところってこう選手としてはこうプライド傷つけられたりとか、メッシからPK 譲られたらこう決めなきゃってプレッシャーがあって、そこは決められるかもしれないけどメンタル的には上がんないとか、なんかそういうことがあるのかなと思いまして、このねイブラヒモビッチ、コーチーニョ、このねすごい大物選手たちがですねバルサではこのねメッシに気使われて逆に悩むみたいな現象がね続いてるところが、まあ、面白いなというふうに思いました。でその後ですね、あのファンからの批判とかメディアからの批判があって、それにですね対抗するためっていうか、まあね、ゴール決めた後にカンプノーのスタンドに向かってこういう風にね耳をあの塞ぐみたいなポーズやっちゃったんですよ。それによってファンから嫌われてしまって、コーチにはですね居場所がなくなったという風に言われています。そして今バイエルンミュンヘンにレンタルされていて、バイエルンミュンヘンではね一時期コバチの元ではですねミュラーからレギュラーポジションを奪うようなトップ下での活躍をしていましたね。あの左からのカットインシュートっていうのは結構ねあの読まれていたりですとか、まあ、またサイドにはですねコマンだったりニャブリっていう選手がいますので、サイドには置かれなかったんですけど、それでもねコーチにのキープ力、判断力とかね、この長いキックの精度とかそういったところで、このミラーに対して有利に立っていた時期がありました。最近はね、一時期ポジションを失いかけたんですけれども、レバンドスキーの怪我があったりとか、まあいろんな状況でコーチによりも出番が回ってきてるっていう、まあそういった感じです。でバイエルンミュンヘンはですね、このバルセロナからレンタルでですね、コーチニョを獲得して、レンタル料で24億払ってるんですけれども、ただ買い取りのですね140億は払えないみたいな感じらしいんですよ。今日のニュースだとスカイで出てきたニュースなんて結構信憑性高そうなんですけれども、あのハフェルツ、レバークーゼンのですね、まあ、トップ下の得点力もあるみたいな選手なんですけど、その選手をですねバイエルンが狙っていて、なのでねトップ下の選手はまあ飽和状態みたいになってしまいますので、ゴレツカもいますしミラーもできますしって感じで、コーチーニョ買い取りっていうのはまあ序列下がりますね。なので今はですね、一番新しいニュースで、チェルシーが、狙っていると。チェルシーに関してはペドロ、ウィリアン、この辺を放出しますので、なんでそこでねツィエフが取りましたけれども、左のウィングとしてコーチーニョを考
考えていて、ただそこのね、接近のところでですね、バルセロナとチェルシーが、折り合ってないと言いますか、バルサはチェルシーに106億円を求めてるんですけど、チェルシーは77億円にしようと、それでね、コロナウイルスの影響で価格はさらに下がる可能性もあるということで、これね、今のこういった世間の状況で移籍のですね、話っていうのを直接メディアに語る人っていうのはいないと思うんですよ。ただこれの出所としてはですね、やっぱりこういった状況でいかに移籍金を下げるかっていうところでですね、メディアを使ったね、心理戦なんかもされているのかなというふうに思いまして、ここまで安くですね、コウチーニョを売る必要がバルサあるのか、コウチーニョをですね、プレイスタイルこの後説明しますけど、そういうのを考えるとね、バルサにとっては得な取引ではないと思うんですけど、そのぐらいコウチーニョはですね、バルサには、居場所がないっていうか、居場所がないっていうふうに判断されている、コウチーニョを売ってネイマールを取るお金にしようというふうに考えているのかと思います。で、最後にですね、プレイスタイルの話いきましょう。コウチーニョ見てる方多いと思うんで、分かりやすいところで言うと、ドリブルですよね。特にタッチの細かさ、細かいタッチでシザースなんかも織り交ぜながら、このねボールを運びますんで、相手にとっては、こう飛び込むタイミングがわからないような、そういった、ドリブルをしますね。で、そんな中で相手がね、後ろ向いてるコーチに対して厳しくね行こうとすると、相手のね、体を軸に反転してギュッとボールを運べるみたいな、そういった力がありまして、また相手の逆を突く意識、細かいタッチでドリブルをしながらですね、相手が、左サイドから、コーチにはドリブルしてくること多いんで、ね、縦にだけ行かせようとしてもですね、その相手のね、この体の向きを作ってる反対側にボールをどんどん持っていって、サイドバックが上がるスペースを提供したり、逆サイドの選手をですね、長いボールを使ってですね、裏に飛び出させるような、そういったボールの持ち方できますので、味方にとってはこう走りがいのあると言いますか、走ってる時に使ってくれそうなボールの運び方をするのがコーチーニョです。なんでね、プレイキャンセル力が高いんですね。こうロングキックを蹴りそう、逆サイドにパスを出しそうみたいな時にも、キュッと止めて、相手がですね、そっちにボールカットしようとする動きがあったら、そこでキックフェイントを入れて逆に持っていってしまうみたいなのがありますので、プレイキャンセル力の高さっていうのもですね、このコーチーニョの魅力の一つだと思います。あとはカウンターの時のドリブルのコース、決してですね、推進力があるタイプのドリブラーではありません。ぐんぐんぐんって運ぶっていうよりも、ターンをですね、素早くしてそこから運ぶ時に結構追いつかれそうになるんですけど、その時に相手の前に入って、それによってですね、相手が足を出せないですね、ドリブルのコースを取れます。なんなら相手のことをですね、こう体をね、押すことによって加速してるみたいなシーンもありますので、なんでその辺なんかも頭の良さを感じますね。で、左サイドからのですね、このドリブルの時は今言ったようにね、切り込んでいってカットインシュートっていうのがですね、強みの一つですし、最近はあまりね、決まってるシーンが、多くはないんですけれども、ただサイドバックを使うのも上手いですし、逆サイドへのパスっていうのもできる選手です。ただバルサ時代、不調の一個の理由になってたのが、右サイドからの上がりっていうのが少ないっていうところ。このリバプール時代はですね、コーチーニョが持った時に裏に走る選手がすごく多かったんですね。ただバルサに関してはやっぱりメッシ経由で、メッシが持った時に裏走るっていうところがですね、やっぱり攻撃のですね、一つの大きなパターンですので、コーチーニョが左サイドでボールを持った時、メッシがハーフスペースとかでいないとですね、相手のサイドバックが釣り出されないですね。なんで、メッシがですね、好きなところに移動してると、コーチーニョが顔を上げた時にですね、サイドバックが裏に走ってるとかですね、コーチーニョのこのサイドバック、自分の方のサイドバック使う、もしくはシュート以外のもう一個の選択肢、反対側のサイドを走ってくる選手っていうのがいないんですよ。なんでコーチーニョにとってはですね、リバプール時代よりも、選択肢が、少ない状況になってるのかなっていうふうに思いますし、そもそも走る選手も、そのリバプール時代のうまくいってた時よりも少ないって感じなんで、こう得点数、アシスト数っていう数字が増えなくて、ファンからのね、批判を浴びる理由にもなっていたのかなっていうふうに思いますね。そして弱点としましては、先ほどずっと言ってた90分強度を保つスタミナ。あと左足ですかね。左足はめちゃくちゃいいってわけではないです。両方使えるんですけれども、左足でのキーパスなんかはちょっとずれたりとかする部分がありますね。あとはメンタリティの部分。これがですね、やっぱり大きいかなって思いまして、これね、もう遠慮がちな性格って言いたいと思います。さっき言ったように、メッシに気を使っているようなプレー見えたりとか、バイエルンでもですね、サイドに大きく展開した後にですね、サイドバックとかウィングの選手を使って、大きく展開して、自分が中央からですね、レバンドスキーが作ったスペースとか、そういったところにね、自分も走り込むみたいなシーンあるんですよ。で、コーチーニョが明らかにフリーになっていたりとか、ここでボールくれればっていうシーンで、コーチーニョを使わないっていうシーンがあるんですね。そういう時に結構ね、向こうの選手って、なんで俺に出さないんだとか、すごい怒ったりするのは当たり前じゃないですか。ね、ずっとくれって言ってて、それでね、出されずに、その出さなかった選手が決めたら、ね、それでよかったみたいな感じで喜ぶのに、ね、決めなかったらふざけんなみたいな、絶対俺だろみたいな感じなのが、こうヨーロッパで戦う選手たちのイメージだと思うんですよ。コーチーニョを出されなくてもですね、がっかりはするんですけれども、特に要求してるシーンって少ないんですね。なんでそのコーチーニョのその遠慮がちな性格っていうのが、むしろね、裏にどんどん走っていったりとか、オフザボールの動きを求める、
ね、このリバプールのサッカーと合ってたんじゃないかと。自分がね、こう、出し手の方に集中できるって言いますか。まあ、インテルでそういう動きありましたし、リバプールでね、かなりそういうオフザボールとか裏で受ける動きが磨かれてきて、バルセロナでね、自分がボールを出す側中心じゃなくても、メッシに中心は譲っていても、そこでね、ボールを引き出す側でもですね、こう左から斜めに走って、ジョルディ・アルバが上がっていくスペース作るっていう役割やってたんですよ。で、バイエルンではトップ下で使われた時、そしてウイングで使われた時に、そのね、自分が求められるものっていうのを理解しながらやってると。なんで、すごくね、頭が良くて努力できる謙虚な選手なんですけど、それのせいでですね、こう持ち味を活かせないっていうか、気使うことばっかりになって、またね、インテル時代のように楽しめなくなっているのが今のコーチーニョなんじゃないかなっていうふうに思うんですね。なんでチェルシー行ったらね、コーチーニョのためにってわけではないですけど、右サイドからね、こう斜めに入ってくる選手、ペドロとかがね、そのままいたらよかったんですけど、ね、ツイエフとリース・ジェームスとかでそういうのをね、やってほしいですし、チームを勝たせるためのコーチーニョなんですけど、コーチーニョがね、また楽しくなれることがまたチームが勝つことにもつながるんで、このね、オラオラの選手が生き残るヨーロッパで、こう戦っている、一生懸命ね、チームに求められることをですね、フィジカル的には強くないんですけども、やりながら、テクニックではですね、相手を翻弄して味方を使えるっていう、すごくけなげで応援したくなる選手だなと思いまして、今回取り上げました。僕が話し切れてない情報とか、コーチーニョに関することありましたら、コメント書き込んでください。そして、今週土曜日もですね、リアルタイム分析クラシックというふうに題しまして、過去の名試合をですね、見ながら、みんなで分析をしてですね、こうチャットとかでね、喋り合ってですね、今のサッカーをね、見ることに生かそうとかね、こういう時期なんで、こう、あえて勉強しようみたいな、そういった企画をやりたいと思います。みんなでこれからも一緒にサッカー楽しんでいきましょう。面白い動画だと思ったら、いいね、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。では、ドットボーイでした。バイバイ。